はい、KIT8、出場記念インタビュー、平田浩志郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回1年ぶりの KIT 出場になります平田浩志郎、今のコンディションどうでしょうか。コンディションはバッチリです。はい、前回大会、その一つ前ですね、 KIT6 試合決まったんですが、欠場になりました。その時の怪我の状況を教えてください。その時は前十靭帯断裂して手術して、で、まあ、全治、まあ、8ヶ月から10ヶ月の間って言われて、で最近復活した感じです。はい、はい、復帰戦は昨年の、名古屋で行われた ASJF の大会でした。その試合ではね、階級無差別ダブルゴールドを取りました。その試合について教えてください。その時はまだ完全じゃなかったんですけど、まあいいかなと思って出ました。はい、はい、その試合、終わってからの、この試合になりますね。今回、対戦相手村井俊太、どういった印象あるでしょうか。まあ強い選手だと思います。まあ印象はそんなにないです。あんま試合見てないんでないです。はい、今回村井俊太選手は黒帯デビュー戦ということなんですけども、それについてはどうでしょうか。まあそれについてはまあまあ帯は関係ないと思うんで、まあ、ただ強い人とやるっていうだけです。はい、はい、村井俊太選手、過去に KIT の試合も出てるんですけども、そういった試合動画とか見たりはしてるんでしょうか。あ、なんかハイライトで流れてきたやつちょっと見ました。はい、じゃああんまり対戦相手のことを研究するタイプではないっていうことなんでしょうか。まあそうですね、まあ普通に自分の、まあそうですね、あんまり、はい、してないです。はい、今回1年ぶりの KIT 出場になります。試合に向けて、どんな練習してるでしょうか。練習はまあ普通に変わらずに、まあ、スパーリングたくさんやってって感じで、まあ、怪我してても、まあ、練習はしてたんで全然レベルは全然下がってなくて、まあ、レベルは上がってると思うんで、まあ、試合するのが楽しみです。はい、もう試合直前ですね。あともう1週間で、試合になります。試合に向けての意気込みお願いします。まあ、久しぶりの試合なんで本当に楽しみで、まあ、ただまあ試合楽しみなだけです。はい、はい、これから配信を買ってくれる皆さんに対してメッセージをお願いします。まあ面白い試合するんで、皆さんぜひチケット買って見てください。お願いします。はい、平田浩志郎出場がする KIT8 買取大吉プレゼンツで行います。2月18日日曜日、13時から試合開始になります。こちらの方ぜひ、配信チケット購入の際にはコメント欄に平田浩志郎と書いて購入してください。そのコメントが平田浩志郎選手の励みになります。ということで、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。平田浩志郎選手でした。ありがとうございます。